こうやってバイトに熱中してるのってやっぱり性格かな。にゃー。うん、そうかもね。それじゃあそろそろ帰ろうか。いやいや、今日はバイト開けて本当によかった。あのさ、一緒に帰ろう。まだ次のバイトまで時間あるからね。小森さん、こんにちは。はい、おかげさまで体もだいぶ動かせるようになってきました。ありがとうございます。でももうあの子たちは戻ってこないのですね。仕方ないですよね。これもすべて私の弱さのせいなんですから。みんな、先輩ごめんなさい。え、一番辛かったのは大怪我をした立花先輩自身だったんですよね。それなのに私たちの方が先に投げ出したりして、でも先輩が必死に頑張っている姿を遠くから見ていて、私たち間違いに気づいたんです。この場にいるみんなも同じ気持ちです。本当にごめんなさい。いえ、謝らねばならないのは私の方です。え、今まで私は何事も自分が率先してやればおのずとみんなついてきてくれる、堅くなにそう信じていました。そのためにあなたたちに任せるべきことまで何でも一人で片付けねばならないと無理をしていたのかもしれません。先輩、でもそれではダメなのですね。みんなの立場で考えてお互いに助け合いながら修練する、そう、まさに合気道の根幹をなす和の精神が私には欠けていたのです。みんな本当にごめんなさい。そんな先輩、謝ることなんてないです。悪いのは先輩に甘えっぱなしだった私たちなんですから。これからは私たちの力でこの部を支えられるよう頑張ります。だからまた合気道を教えてください。みんなありがとう。本当に本当にありがとう。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ、いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。
声優アイドル？知らないな。まあいいか、聞いてみようか。行こう。私はどうもあの手のアイドルの良さって分かんないんだよな。だろう？やっぱりもっと威勢良くないとな。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話し足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こう。知り合いとか来てないよな。まあ別に気にしないけど、一応ね。はあ、やっぱり落ち着くよ。いいな、喫茶店って静かでさ。ここならいろいろ話せるよ。エミ言ってたよ、お前のおかげだって。私もさ、ちょっとは見直したよ。期末テストか。まあそれなりには頑張るよ。赤点取らないくらいにはね。ああ、構わないけど、お前の好きな呼び方でいいよ。さてと、時間も時間だし、そろそろ帰るかい？ちょっと惜しい気もするけどね。今日は楽しかったよ、割とね。それじゃあ一緒に帰ろうか。
かく誘ってくれたのにごめんなさい。その日は都合が悪くて。また今度ね。本当にごめんなさい、遅れちゃって。優しいんだね。ありがとう。バスが来たみたいだよ。